こんにちは、松原美里です。新人さんのための保育ステップアップコース第6回目は、集団の中で子を見る意識というテーマでお話をしていきます。どうでしょうか、保育のお仕事を目指した時に、子ども一人一人と向き合ってあげたい、子ども一人一人のいいところを見てそれを応援できる自分でありたい、そんなイメージを思い描いて保育の現場に入ったけれども、実際に保育の現場立ってみると、一人だけを見ているってなかなか難しくて、そうではなく全体を見ないといけなかったり、全体を見すぎて子ども一人がなかなかこう見ることができなくなってしまって、こう答えられない自分に辛い思いをしてしまうっていう方も中にはいらっしゃるんですね。でも実はこれにはちょっとした工夫があるんです。集団の中でも子をしっかりと見ていく、そのための工夫というのがありますので、今日はそこをご紹介していきたいと思います。どうぞお楽しみに。